渋野日向子と横峯さくらのゴルフ比較から見る健康状態の違い。こんにちは、エッセイストのです。今回は女子プロゴルファーの渋野日向子さんと横峯さくらさんについて健康状態の違いを比較してみたいと思います。まず渋野日向子さんは現在23歳で、2023年には全英女子オープンで優勝するなと若くして数々の実績を残しています。一方、横峯さくらさんは現在33歳で、2014年には日本女子オープンで優勝しています。渋野日向子さんは身長163センチメートル、体重57キログラムとスリムな体型で筋肉質な体つきが特徴です。一方、横峯さくらさんは身長160センチメートル、体重60キログラムとややがっしりとした体型で、筋肉量は渋野日向子さんよりも少ないと言われています。さらに渋野日向子さんはトップスピードが速く、飛距離が長いことでも知られています。これはしっかりとした筋肉と柔軟性があることが大きな要因となっています。一方、横峯さくらさんは飛距離よりも正確性を重視しているため、渋野日向子さんに比べてスピードはやや落ちます。健康状態については、渋野日向子さんはトレーニングやストレッチを積極的に行い、身体のケアにも力を入れています。一方、横峯さくらさんは2023年に腰痛により長期欠場を余儀なくされたことがあり、健康面には注意が必要とされています。以上のように、渋野日向子さんと横峯さくらさんのゴルフスタイルや体型、健康状態に、それぞれ違いがあります。しかし、どちらも、プロゴルファーとして長年活躍していることから、自分に合った、トレーニングやケアを行うことが重要だと言えます。皆さんは、渋野日向子さんと横峯さくらさんのゴルフスタイルや健康状態についてどう思いますか？あなたがプロゴルファーだったら、どちらのスタイルに近づけたいですか？ぜひ、コメント欄で意見を聞かせてください。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。